南極地図、ジョージ・ブイランとは、図の右下方に記されている。ジョージ・ゴセイランドは、南極にある地域の名称。南極大陸東部に位置し、その海岸を、ジョージ・ゴセイ海岸と呼ぶ。統計142度02分から統計153度45分にかけての海岸で、オーストラリアのタスマニア島南方にあたる。1911年から1914年にかけて、 オーストラリアのダグラス・モーソン率いる探検隊によって探検され、イギリスをジョージ5世にちなんで命名された。モーソンが率いたファー・イースタン・パーティーの航路。この地図に示された範囲がむね、ジョージ5世海岸である。氷河の形状は当時のもの。西はコモンウェルスワン・ニッシュ川のポイントオールデンから、東はモーソン・ペニンシュラ先端のケープ・ハドソンまでの海岸を指す。 西側はウィルクスランドのアデリー海岸、東側はオー海岸と接している。ジョージ五世海岸生端にあるコモンウェルス湾は世界で最も風が強い場所として知られる。格好風の影響によるものである。メルツグレイシャーとニニスグレイシャーという二つの大きな氷河が海に向かって流れ出ている。オーストラリアが領有権を主張しているオーストラリア領南極地域の一部である。 西隣のアデリーランドはフランスが領有を主張している。モーソン、S ハッツ1911年から1914年にかけてオーストラリアのダグラス・モーソン率いるオーストラリア南極探検隊によってオーストリア大陸南方に位置する南極大陸の探検が行われた。この地域では1840年に発見されたウィルクスランドアデリーランド1841年に 発見されたビクトリアランドが基地の陸地であった。1911年2月にはイギリスのスコット隊によってビクトリアランド西方に続く海岸が発見されている。1911年12月にタスマニアのホバートをオーロラ号で出港したモーソンの探検隊は1912年1月にコモンウェルス湾へ上陸しケープでニソンにメインベースを建設した。 モーソンが建てた当時の小屋は現存しており、モーソン S ハッツと呼ばれている。モーソンは探検隊をいくつかに分けて南極大陸の探検を行ったが、このうちメインベース隊によってこの地域の海岸が探検された。海岸の名はイギリスをジョージ5世にちなむものである。なお、モーソンの探検隊は1912年2月にウィルクスランド西方で未知の土地を発見し、 メアリー王妃にちなんでクイーンメアリーランドと名付けている。1912年11月、モーソンは自らファーイースタンパーティーを引き、メインベースから東方へ向かった。ケープ、アデア西方の未知の領域を目指したものであるが、このファーイースタンパーティーは、ベルグレーブ、ニンニストシャベルメルツ2名の犠牲者を出している。ニンニストメルツの名は、ジョージ五星海岸にある氷河に命名されている。 ありがとうございます。